お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はホッケの開きでございます。本当はねこれのねもう半分ぐらいあったんですけどね、父がね半分食べたいっていうのでね、半分だけね食べることにしました。でね、それだけじゃちょっと見栄えが悪いから、これ卵焼きをねレタスの上にね、乗っけてみました。これでなんとなくねまあ彩りは良かったんですよ。で本当はねトマトも用意してたんですよ。そしたらですねうちの父がですね朝にねトマトをね食べてしまったんですよ。それでねまあ弱っちゃってねまあ仕方なくね諦めました、ね、でお酒はですね、これはトリスのサイダー割りでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあよろしくお願いしますって言い方もね変ですけどね、うん、まあそんな感じでございます。ね、皆様もご存知の通りちょっとね疲労困憊のためですねしばらくライブはお休みでございます。でね私はですね VTuber としてね今お勉強してるところでございますのでね、それが完了次第ね今度は VTuber ペルシアンという形でねやっていきますのでよろしくお願いします。常にねモデルになるね分身がね2人いますのでねこれのどちらかをね見せたいと思います。それともですねまたこれとは別にまたね新規でね、新たな分身も作るかもしれませんのでね、まあ、それは見てのお楽しみでございます。っていうかもっとかかりますけどね1年か2年ぐらいかかると思いますのでねよろしくお願いします。まあちょっとねお金の問題もねございますのでねだいたいですねちょっと金額いっちゃいますとね25万から30万ぐらいかかるんですよ。どれね相当本格的にやり方ですよ。うん。でね最初はレンタルしようかと思ったんですけどねこれレンタルないんですよレンタルでレンタルのねショップもね遠いところにありますのでね相当無理でございますけどねでまあとにかくね VTuber ペルシアをねまあお楽しみください。以上でございます。なおですね動画の方はねこれまで通りねあげますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。以上です。ありがとうございました。